さん、こんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パン作り、高橋孝子です。ですね、今日は、パンニーダーのですね、コネレシピの特徴についてお話をしたいと思います。こちらの方のですね、パンニーダーという機種、こちらなんですけども、大地修造先生という方が、基本的に開発した機器なんですけども、大地先生の方が2段階ニーディングっていうのをベーシックで採用してまして、基本はインスタントドライストフィルムパンをメインで使う方なんですけれども、最初に1回こねて、でその後水和っていう現象なんですけど、熟成の時間を置いて、でまたこねるっていう形でやられる方法を採用しているんですね。ですので私の方の教室でも天然酵母ではあるんですけれども、そちらの方で、やり方を採用した感じ、生地がねいい感じに仕上がるかなと思ったんで、私の方のクラスでは、天然酵母なんですけども、同じような形でこね方を採用してたりします。一番の特徴はその水和っていう現象を途中使って生地をこねていく。で出だしの方がちょっと水分多めで、後から粉を足すっていうような形のやり方になるので、中種法というかおとり図というか、そういうような形を採用しておりますので、それがパンニーダーと機器でこねる時の一番の特徴になっています。ニーダー社さんからの方から出ているレシピ集もそんな形で書いてありますので、生地がね割と持ちがいい生地ができるというか、日持ちがする美味しい生地ができやすい、そういった生地を作る機械となっております。